今日のスターダムのタックリーグの開幕戦ですね、えー、新宿住友ホールの現地民間層の後編しゃべっていきますまあ誰も期待しなかったと思うんですけどもまあその低い期待値どうのこうのは一旦置いといて、えー、ちょっと後半の試合をまた喋っていきますはいで次の試合が、えー、これは普通のタックマッチ公式リーグ戦ではない普通のタックマッチの渡辺桃リナ VS きっと梅崎遥 はい、えー、これ普通のタックマッチですね。僕、梅崎選手の試合を見るのって結構久々なんですよね。あの今、スターダムの本戦にもほとんど出なくなったしで最近、ニューブラッドもあんま出てなかった気がするんでなんか久々に見えるなっていうそんな感じなんですよねただ所々でそのね。 あのニュースとかで、この梅崎選手の,この話題とかはちょいちょい上がってくるんで、まあ、全く無知っていうわけではないですよね。なんか最近も渡辺桃子さんとシングルやったりとか、で、この梅崎さんって面白いのが、私はプロレス界のセンターになりますとか、あの今所属してるこのディアナ、ディアナのこうセンターになりますっていう、えー、このプロレス界のトップ、団体のトップになりますとかじゃなくて、 センターになりますっていうこのセンターっていうこの表現が独特でちょっと面白いなっていう感じなんですよね。いやいい意味で独特で面白いっていう感じなんですよね。まあセンターっていうと、まあ、AKB とか、まあ、乃木坂とかまあそういう、まあ、アイドル系の、まあ、頂点みたいな、まあ、そこを連想させるんですけども、まあ、今のこのキャラクター的にこのセンターっていう表現はね、まあ、すごく新鮮でいいなっていう感じですね。 この梅崎さんって今、今、なんかアイドルユニットもなんか掛け持ちしてるみたいなんで、なんか独自の色があってね、あのすごくいいなって思いますね。はい。ただ僕はいまだに謎なのが、一時期ね、スターダムでめっちゃプッシュがかかってた時期があって、あれ何だったんだろうなっていうね、いまだにちょっと疑問が残ってるんですよね。あの、両国で上谷の白いベルトにいきなりこう挑戦したりとか、なんかありえないぐらいの、 急激なプッシュされてる感を感じた感じてたんでやっぱり今思うとあれってロッシー小川のお気に入りリストに入っちゃってロッシーから急激なターボプッシュをもらったのかなっていうやっぱり今改めて思うとそういう感じなんですよねやっぱりロッシー小川ってねこの自分がこう気に入った選手には このロッシーのこのねターボプッシュをこう装備させて急激なこうプッシュをしていくっていうまあこれが得意技だと思うんですけどもまあもしかしたらあん時梅崎さんにも、まあ、ロッシーのターボプッシュを装備させてたんではないのかなっていうああそれは思いますねなんでもしかしたらロッシーっていまだに梅崎のことをあ,あ梅崎欲しいなとかって思ってるかもしんないんでもしかしたらロッシーは密かに 梅崎星を狙ってんじゃないいのかななっていうなんか、それはどうしても感じちゃうっていうとこですかね。はい。まあ、そんなとこですかね。で、この試合は、あれ、誰負けんのかなと思ったんですけども、あの、両者リンガウト、はい、ノーコンテスト。はい。まあ、っていうふうな感じで、もしかしたらこれ、渡辺萌と梅崎遥のストーリーって、スターダムにも持ってくんのかなって、ちょっと一瞬思ったりっていう感じですかね。はい。もしかしたら、なんか、両国とか、その辺で、 まさか持ってくるとかねうんまあそれが需要があるのかどうなのかっていうのは置いといてなんかここで不透明決着で終わらせたのってなんか続きがあるのかなとかって、えー、そういうのを思ったっていう感じですかねはいまあそんなとこですねはい以上ですはいで続きまして、えー、ここからタックリーグ戦えっ、ー、と上谷・小ミ VS えー、首里・鹿島沙はいまずこの試合なんですけどもまずねすごい残念だったのがこの試合の入場えっ コナミの入場曲かよっていう、ちょっとここがね、残念だったポイントなんですよね。神谷の曲じゃねえのかよっていうね。はい。いや別にコナミの曲も嫌いな曲とか悪い曲じゃないんだけども、いや、せっかくだからやっぱり神谷の曲聴きたいじゃんっていうね。やっぱそんな感じだったんで、うわぁ、コナミの曲かーいみたいな。まずそんな感想になってしまったっていうところですかね。でもこれもしかしたら、これお互いのコナミと神谷の現状の画的に、 もしかしたら日替わりで交換性なのかなってふと思っちゃったりしたんで明日の後楽園はもしかしたら神谷の曲っていう風な感じでもう一日おきにもう交互にこの曲を変えてくるのかなみたいななんかそれをちょっと期待してるっていうそんな感じですかねまあ実質画的に言うとコナミは B プラスか A マイナーのどっちか,かなっていうところなんですけどまあ一応 A マイナーにしときましょうかコナミ A マイナー えー、上谷が A+ なんでまあ言ってしまうとまあお互い、まあ、A ランカー同士なんで、まあ、ここは仲良く、まあ、お互いの曲をねこう日替わり交換制にしてもらえればいいのかなっていうねはいそんな感じですかね。はい、でこの試合なんですけども、まあ、このカードをこうパッって見た感じだとまあ今の現状の格的に多分こなみ上谷が勝つんだろうなっていう。多分鹿島さんが まあ、やられちゃうんじゃないのかなっていう。まあ、パッと見た感じのイメージだったらそうなんですけども、でも、この試合って、小ミが負けるっていうね。小ミが首里からギブアップ負けするっていう。確かギブアップだかレフェリーストップだからどっちだが見えなかったんですけども、とりあえず小ミが首里から取られるっていうね。あ、そう来るんだっていう感じでは思いましたね。今回のこのリーグ戦のメンバー見ても、やっぱり A ランク同士のチームって、上谷っ このコナミあとサオリとポイここの2つぐらいなんでまあコナミ神谷ってもう一気に開幕からぶち上げていくのかなと思ったんですけども意外とそうじゃないなっていうね、うん、なんかそんな感じはしたんでだから今回のリーグ戦この第2試合でやった築山とリアンも いきなり2勝上げたっていう風なところを見ると、やっぱりこう、全敗とか、こう、極端すぎる、ぶっちぎりでこう、勝ち上がるとか、そういうチームはなく、ある程度、こう、全チーム、こう、均等になっていくのかな、みたいな、なんかそういう印象は持ちましたかね。はい。まあ、そんな感じっすね。まあ、とりあえず、今回、首、え、里、ー、がコナミからギブアップ取ったんで、多分、この2人の決着は、両国じゃないかなっていうね。まあ、そこしかないよねっていうね。 そんな感じっすね。クロスオーバーでやられてもあれなんで、まあ、ここまで引っ張ったんだから、まあ、両国でいいよねっていうね。まあ、そんな感じっすね。はい、以上です。はい。で、続きまして、セミファイナル。岩谷、小桃 VS、安住、天崎。はい。この試合なんですけども、僕的にね、結構、そわそわしてたんですよ。まさかこの試合、小桃が、天崎からやられちゃうんじゃないのかなっていう。とうとう、小桃よ。 天崎にまでピンフォール取られるぐらいの角になっちまったかっていう、まあ、なんかそういう風になっちゃうんじゃないのかなっていうそういう僕の恐怖心そわそわ感があったんですけどもでもこの試合って結果的には安住が岩谷真からピンフォールで負けるっていうねこれまたちょっと意外な感じだったんですよね最後の試合の流れ的に岩谷と安住でこの2人でこう決着がつくだろうなっていう流れになったんですけど なるほどな。これ、安住が岩谷から取るんだ。そして、クロスオーバーで安住対岩谷か。っていうのが、僕の頭の中のイメージで湧いたんですけども、まあ逆だったんですよね。まさかの、えー、スタンディングドラゴンスリーパーからの、えー、ドラゴンスープレックスで安曇が負けるっていうね、あのコンボ良かったですね。はい。 というわけで安住対岩谷になると思いきや結局それにはならずでこの試合後に、えー、渡辺桃が、えー、乱入してきて、えー、なんとクロスオーバーで IWGP 女子選手権試合岩谷真由対渡辺桃がほぼ決定する流れとなりました、はい、いやこのねこの渡辺桃の挑戦見て思ったんですけどもあれ渡辺桃ってもうとりあえずの渡辺桃 になってななないいかみたいななんかそんんな感じしたんでなんで僕の中でちょっとブームが去ってしまったこのとりあえず四天王このとりあえず四天王の高橋七恵の枠に今度渡辺萌が入っていくんじゃないのかなっていうねなんかそんな感じするんですよねなんか渡辺萌ってもういろんなところにもいろんな団体にもこう引っ張りだこだしで自身の団体のスターダムでもなんかとりあえずの挑戦者 とりあえず渡辺桃当てとけみたいななんかそういう空気感をすごい感じるんでこれ渡辺桃新とりあえずしてんの就任までもう間もなくかなっていうね僕はそんな感じを思ったっていうとこですかね。はいというわけでクロスオーバーで渡辺桃対岩谷まゆってことはこれ安住対岩谷まゆってもしかしたらこれ1 2.5とかこれ新日本でやるつもりすかかみたいなね、うん、なねんかそんなのはちょっと思っちゃったりっていう感じですかね。えってことはもしかしたら岩谷前の IWGP を引き継ぐのってもしかしたら安曇なのかなっていうなんかそれもちょっと一瞬頭によぎったっていうねなんかそんな感じでしたね。はいえー、っていうふうなのがセミファイナルの感想ですね。はい以上です。はい、えー、で最後にメインイベントっすね、えー、トーラナツコルアカ vs、えー、ビシャモンですね。 あ、ごめんなさい。間違えました。えー、ビシャモンじゃなくて、えー、FWC でした。えー、すいません。間違えました。はい。まあ、っていう風な感じで、もう、ビシャモンって思わず、間違えてしまうぐらい、もう、FWC のビシャモンっぷりが半端ないっていうね。なんかそんな印象なんですよね。いや、なんかね、今回の、この、開幕戦のメインイベントに、この FWC が、この、登場するっていうところに、なんかもう、この辺ももう、 まさしくこうザ・ビシャモン感っていうのがあるんですよねなんか新日本のワールドタックリーグとかもとりあえずあのメインイベントはビシャモンが多いとか、うん、なんかそういうイメージあるじゃないですかなんかもうその感覚とほぼ一緒なんですよねあタックリーグ今日のメイン何かあビシャモンかあ,、まあ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 みたいななんかそういう感覚ってあると思うんですけど それと、全く、ほぼ全く一緒なんですよ。今日のスターダムのタックリーグのメインイベント、何ああ、FWC か。あ,あま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 あ。っていう、っていうふうな感じで、もう FWC イコール、ビシャモン。もう僕の中でね、この方程式完全に出来上がったっていう、えー、なんかそんな感じってとこですかね。はい。で、やっぱりタックといえば、まあ、なんだかんだで一番安定してるのはここなんですよね。タックといえば、とりあえず FWC、 当てとけば OK みたいな。とりあえず FWC に任すとけば OK みたいな。なんかこの辺もほんと毘沙門と一緒。もう毘沙門もとりあえずもう安定してるみたいな。タックだったらまあとりあえず毘沙門入れとけば OK だろみたいな。なんかもう全てにおいてもリンクしてるんですよね。はい。はい。まあというわけで、一応僕の中での今年のタックリーグの優勝候補第1位は、やっぱり FWC しかねえだろっていうね。まあそんな感じですね。 なんで今年のタックリーグの優勝は特にひねりもなく FWC の優勝。はい。私はこれで見ております。はい。えー、っていう風なのが今回の、えー、タックリーグ開幕戦の私の感想でございました。はい。以上です。はい。まあ、てな感じで色々言いましたけども結局最後に何言いたかったっていうと明日の後楽園も朝一から私行ってきますが明日の後楽園はですねプロレスを本当に見えるのが 初めての友達を連れて行くので、えー、試合後のまあ感想もそうなんですけども、この明日の対戦カードの見どころとかですね、えー、プロレス初心者にもなんか分かりやすいような感じで伝えられそうだったら、えー、その解説の動画とかもやろうかなと思ってますんで、えー、明日の行楽犬シリーズも何卒よろしくお願いします。ってこと。